こんにちは。日本福音ルーテル板橋教会の後藤直樹です。3月29日木曜日です。今日もご一緒に御言葉を聞いていきましょう。今日のテーマは、目を覚まして祈ってこそ使命を全うできます。聖書の箇所はマタイの福音書26章36節から46節までです。マタイの福音書26章36節から46節。それからイエスは弟子たちと一緒にゲツセマネというところに来て、彼らに言われた。私があそこに行って祈っている間、ここに座っていなさい。それからペテロとゼベダイの子二人とを一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみ、もだえ始められた。その時、イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで、私と一緒に目を覚ましていなさい。それから、イエスは少し進んでいって、ひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならば、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。それから、イエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。あなた方は、そんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。イエスは二度目に離れていき祈って言われた。我が父よ、どうしても飲まずには済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りをなさってください。イエスが戻ってきてご覧になると、彼らはまたも眠っていた。目を開けていることができなかったのである。イエスはまたも彼らを置いていかれ、もう一度同じことを繰り返して三度目の祈りをされた。それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか？見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されるのです。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。いよいよ祭司長や長老たちから差し向けられた人々がイエス様を捕らえるためにオリーブ山を登っています。ガッ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 と、その足音はだん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 ゲッセマネの園に近づいてきます。彼らの手には足元を照らす灯火が握られていたことでしょう。その灯火が真っ暗闇からだん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 こう近づいてくる様子がきっとイエス様のところからも見えていたのだと思います。イエス様は弟子たちと共に祈っていました。そしてイエス様の祈りは心の苦痛とも呼ぶべきものが現れていたのです。37節では、イエスは悲しみもだえ始められたというふうにあります。そしてイエス様は言われます。私は悲しみのあまり死ぬほどです。イエス様のこの時の気持ちは悲しみでありました。これから十字架にかかるという恐れではない、こんな状況に追い込んだ神様への憎しみでもなく怒りでもない、自分はこんなにも大変な思いをしているのに平然と寝ている、
弟子たちへの妬みでも恨みでもない。イエス様の心にあった思い、それは悲しみでした。何に対してどんな悲しみをイエス様は心に持っていたのでありましょうか。この悲しみは死を目の前にしているそのイエス様の自分が死ぬということをはっきりと自覚して感じられた悲しみです。私たちは自分が死ぬと分かった時のその悲しみがどれほどのものか知りません。しかし自分の愛する人がもうすぐ死んでしまうというそういう状況を経験した人であれば、このイエス様の気持ち、どれほどの悲しさであったかというのをきっと分かるのではないかなと思います。敵の差し向けた人々がイエス様を捕らえるためにゲッセマネへと近づいてくる、その様子はイエス様にとっては自分の死がだん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 近づいてきている、その音であり、死の灯火とも言うべき光が見えてきたわけです。イエス様は父なる神様に祈ります。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。自分がこれから受けようとしている痛み、苦しみ、それが自分から通り過ぎてスーッと行ってしまって楽になりたい、きっとそういう思いでイエス様は必死に祈ったのでありましょう。しかしイエス様は祈りの言葉を続けます。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。このイエス様の祈りの言葉に、私たちとは全く違う次元の人としてのイエス様の姿を私たちは見ます。もし私たちだったら、死を目の前にしてきっとこういうふうに祈るのだと思います。神様助けてください、神様何とかしてください、そして助けてもらえないと分かったら、神様この苦しみを耐えるための力を与えてください、神様この苦しみを乗り切る勇気を与えてくださいと、そう祈ることでしょう。しかしイエス様はこういうふうに祈るんです。神様そのままやってください、あなたがやるようにやってくださいと。これは日本語ではまな板の上の鯉という表現がありますが、まさにイエス様はもう自分がどうこうというところじゃなくて、神様あなたがやってください、あなたにお委ねしますという、そういう信仰の境地とも呼べる、まあ、イエス様のその信仰の立派な姿を私たちはそこに見るわけです。このイエス様の祈りを見て私たちは、ああイエス様というお方はやっぱり私たちと違うな、素晴らしい信仰者としてのお姿をしているなとこう思うわけです。そして私たちもやがていつか死を目の前にして、同じように悲しみに苦しみもだえるときに、こういうふうにイエス様のように、神様あなたに委ねますと祈りたいなと思うわけなんですよね。よし、自分も死が近づいてきたらジタバタしないで、神様あなたの御心の通りに行ってくださいと、よし祈ろうってこうここを見て私たち思うわけなんですよね。と同時に、イエス様のこの立派な信仰の祈りを見つめながら、私たちはこのイエス様の立派な祈りとともに、イエス様の非常に
人間的な側面も心に留める必要があるかと思います。どういうことかと言いますと、それはイエス様がこのゲツセマネで祈る時を持ったこの時に弟子たちを伴われたという事実です。それまでイエス様っていうのは神様の愛を述べ伝えていた活動の合間に一人祈る時を過ごされましたよね。それは本当に一人で静かに弟子たちから離れて祈っていたわけですけれども、しかし今日の箇所では弟子たちとみんなで一緒に祈るんですよね。38節、その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい、とそう言われました。つまりイエス様は誰かにそばにいてほしかったんです。弟子たちが離れずにそこに一緒にいてほしかったんです。悲しい時に誰かにそばにいてほしい、その気持ちを私たちも大事にしていいのではないでしょうか。苦しい時にここを離れないで一緒にいてほしいと素直に相手に言葉で伝えていいのではないでしょうか。皆さんどうでしょう。寂しい時、辛い時、悲しい時に素直にそばにいてくださいと言えますか。苦しい時、そして寂しい時に誰かがそばにいてくれるというのは本当にありがたいですし、心の支えになります。イエス様がいよいよご自分が死を目前にされる時、神様に必死に祈っている時にそばに弟子たちがいてくれたというのは本当に心の支えになったのではないでしょうか。もちろん今日の箇所で弟子たちはすっかり寝てしまうということになるわけなんですけれども、それでもイエス様にとっては弟子たちがそばにいてくれたっていうのは本当に励みになった、支えになったのではないでしょうか。きっとイエス様は私たちに対しても神様に祈っている、そのそばに私たちがいてくれるということをありがたい、よかったと思ってくれている、そんなふうに私たちはなかなか人に対して言葉で自分の気持ちを伝えられないかもしれませんけれども、イエス様ご自身は私たちがそばにいる、もうそのことだけでありがたい、よかったと思ってくれている。つまり私たちはイエス様にとって役に立っている、そういう存在なんです。お祈りを捧げましょう。天の父なる神様、イエス様が祈っておられるそのそばには弟子たちがいました。イエス様は今もなお祈っておられ、そして私たちがそばにいることをよしとしてくれて、心の励みに支えにしてくれている、そのように私たちがいるっていうことがイエス様に役に立っていることを覚えると私たち安心させられます。神様、このことを忘れずにこの残りの週も残りの日々も歩ませてください。イエス様の御名によって祈ります。アメン。